疲れ様です。先生覚えてますか、前回の店でやってたうちのお店の代表になるカクテル作ろうシリーズ。2回か3回ぐらいやって終わったね。あれの続き、続きあんの。ということで始めます。前回余市のウイスキーにドライフルーツのリンゴを漬け込んで香りを移して牛乳使わないで白っぽくしたいみたいな下りをちょっとやってたと思うんですね。北海道の雪を表現したいみたいなコンセプトが、やっぱりあのお店って周りにホテルがたくさんあったから観光の人が多かったで、路面店だし外国人も多いしってなったら、やっぱり北海道でお酒好きな人にとってイメージがつきやすい余市だろうって。でもね、あの残念ながらうちの店ね、はい、ご存知のとおり燃えましたと。で、新しいお店はビルの中です。前回のコンセプトにこだわる必要はないなと。ちょっとお酒の勉強ももう一回し直したんですよ。最近のカクテルのトレンドとか、こう本来やりたいことって実はちょっと違ったんだよ。ミクソロジーっていうものをやっぱ推していきたい。液体プラス何か、それが食材だったりスパイスだったりっていうところで、うちでしか楽しめないものっていうのをここの推しにした方がいいな。この店だったらね、この場所だったらめっちゃ冒険してるみたいな感じ。そうだね、普通の人が飲んで想像つかないようなやつをやってみたいなっていう。ということで、あの前回までのやつは一旦封印します。今回新しいの用意しました。まず1種類、これもちょっと昨日漬け込んでんだけどね、わかる。何か、こちらにウォッカです。何か入ってる。はい、漬け込んでます。こちらラムに漬け込んでます。で、何が入ってると思いますか。チーズ。正解。ブルーチーズで、本来はコーヒーフィルターとかでこすんだけど、まあ今一旦ねお試しなんで、まずはブルーチーズとウォッカを漬け込んだやつからやってみようかなっていう。ちょっとまず単体で飲んでみて。本当かよ。今回いろんなところでカクテル飲んでて、自分の中の完成形っていうのが見えてるわけですよ。こちら、ああ効くわ。なんか違いは出てくんの、そのチーズ入れることで。めちゃめちゃブルーチーズの香りですよ。あとちょっと塩味周りやったり、ダイレクトにブルーチーズをカクテルの中に入れると、何回かさチーズ使ってカクテル作ったじゃん。だから基本ミキサーになっちゃう、まず。で、舌触りとかもちょっとザラついちゃうから、それが気にならないように生クリームとか入れないとちょっと難しいんですよ。チーズ使うけど安直にクリーム系のカクテルにはしたくないなっていうコンセプトで、漬け込みっていう方法でやってます。一応チーズと相性のいいフルーツっていうのは、僕の中では桃とか、あと洋梨、ピーチのリキュールで、毎度おなじみエルダーフラワーっていうね、チーズ。ちょっと5ミリぐらい。で、今思いついたけど、多分ね、卵白とか入れるといい感じになると思うんだけど、表面がこう、シュワシュワってしてくれる。これはあくまでね、試作第1号。思いついてる完成形は。うん、なんとなくこんな味にしたいなっていうのはある。あと、フレッシュのオレンジジュースも入れておこう。笑わないから。まず試作だから、そして。これ卵白だな。卵白あった方が絶対美味しいわ。オレンジとブルーチーズが入ったウォッカと桃のリキュールとエルダーフラワーのリキュール、まず飲んでみます。普通に美味しい。普通に美味しいけど、やっぱさすが試作イチゴだ。桃にチーズが負けてるね。チーズ感がない。チーズ感ないな。まあでもね、なんとなくね、結果は実は分かってたんですよ。今後うちはちょっとこういうことをやっていこうかなっていう。カフェ&バーヘイブン。もう一個ね、さっき言ったじゃん、まだあるの。いいんですよ、ここで終わっても。いやいやいや、あるからあるから、ついでついで。もう一個なんぞやって、これ見える。フンギエ、乾燥フンギエって言って、あのキノコ、いわゆるもう、あ、ポルチーニだ、ポルチーニ。ポルチーニだけの乾燥したやつ。すげえね、うまみを感じる匂いが。で、これも中身ウォッカです。だけど、めっちゃ色出てる。だし感強いわ。だしになっちゃう、キノコ。だしだね。面白い、面白い、これ。何も浮いてないんで。それはキノコ感を出したい。どっちかっていうとこう、うまみを出したい。今回ある、とある場所で飲んだカクテルが外国人が作ったやつなんだけど、本当ね、日本人じゃ思いつかないような作り方をしてるのに、すごいうまみを感じるなっていうものと出会ったんですよ。だからそれみたいなものを作りたいな。うまみ感じるけどちょっと阻害したくないなって思いつつ、香り強いものを選んでみたら、シェリーです。ドライシェリー、ワンとオレンジの皮のリキュールです。ポルチーニのマティーニになる。
ポルティーニ。ポルティーニ。ポルティーニ。うん、なんかね、やりたいことはこんな感じなんだけどね、富士山で言うと2合目ぐらいだ。全然じゃん。てっぺんは見えてるんで。まあまあでもね、初回なんで。カフェ&バーヘイブン。エクソロジーとかって昔なんか話したかもしれないんですけど、今回はこういうのをちょっとうちのね、オリジナルとして据えていこうかなっていう。随時ね、これが来月になるのかわからないけど、思いついたら、思いついたらこの店のなんかオリジナルっぽくしていきたいなっていう。他にもね、別にこの2種類にこだわる必要ないし、ノートにいろいろ書いてるんですよ、うん、でまずは作ってみたら、うちのオリジナル第3弾、4弾もまあお暇があったら覗いてください。で、完成したらぜひ飲みに来てくださいということで、ありがとうございます。道のりは遠いな。 I hear them callingWhere are you going? Straight ahead. How are you gonna get there? Ride that chariot. Where are you going when you leave?